パラグアイ一部のスポルティングルケーニに所属する、元日本代表 FW、森本貴之は、現地時間17に行われるナシオナル戦で移籍後初出場を足す可能性もあるようだ。パラグアイ、オイガ16に伝えている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、施中、森本は昨年10月にギリシャ3部のイープコザニュに入りした後、リーグ開始のめどが立たない間、1月に退団。2月には、ルケーニョに加入が決定し、が、先月半ばには、現地での飲酒運転及び9義務違反により逮捕されたと報じられ、パラ、アイでプレーすることが認められない可能があるとの見通しを伝えるメディアもあったが、加入発表から2ヶ月余りを経て、ようや、ルケーニョでのデビューを飾ることができ、かもしれない。ナシオナル戦の前日会見で帰の可能性に言及したルイス・フェルナンド・エスコバル監督のコメントを現地メディア伝えた。森本は待ちわびている。明日出場で帰かどうか様子を見てみよう。新型コロナ検査結果を待つ必要がある。彼は非常に良い練習できており、明日はメンバーに入るかもしれないと同監督はコメントしている。エスコバル・ただしは森本について、スペースへの入り方が非にうまい FW、マウロ・ボセーリに似たフィニ、ヤーダとも評している。元アルゼンチン代表、モアル・ボセーリは、今季から、パラグアイの強、セロポルテーニョでプレーしている。ギリ、ヤに渡る以前には、昨季、J2 のアビスパ福岡デリ、グ戦3試合に出場していた森本。公式戦に出場、レバ、昨年8月以来約8ヶ月ぶりとなる。両。